レイブドスカーはフランスの競争馬、繁殖品馬。馬名はフランス語でオスカーの夢。2000年のサンタラリ賞の勝ち馬。日本にも遠征し、ジャパンカップに出走した。1999年11月にデビューすると、デビュー戦はホリダンスの2着、セレソレ賞はエジプトバンドの2着、ペネロープ賞もボレボレッタの2着と3回連続で2着を経験した。 2000年5月には、未勝利ながら、G1 競争のサンタラリ賞に挑戦し、デビュー戦で敗れたホリダンスを破って初勝利及び、G1 競争初優勝を果たした。しかしその後は、ティアヌ賞で、エジプトバンドと、ボレボレッタと、再戦して4着に敗れ、のネット賞で一番人気に押されるも3着、フランス品バクラシック3冠最終戦のベルメイユ、賞では、 エジプトバンドにこそ先着するもボルボレッタには、破れて2着。さらにオペラ賞で、カルティエ賞最優秀3歳品馬、ペトルーシカの2着。イタリアに遠征した、ジョッキークラブ大賞でも、前走で2つ目の G1 を勝利した、ゴールデンスネークの2着と勝ちきれないレースが続いた。11月には、ジャパンカップに出走し、TM オペラ王の7着に破れたが、 出走した3歳馬の中では最高着順だった。このレースを最後に引退、繁殖入りした。レイブドスカーの世代は、フランスの貧馬のレベルが高いとされ、エジプトバンドはこの年の外戦文章で死んだあの2着、ボルボレッタは3着に入っている。引退後は、日本のノーザンファームで繁殖入りした。タネボバを選ばず、中央競馬の重賞勝ち馬。 重症連帯は、オープン特別勝ち馬を排出し、繁殖品馬としては成功している。しかし、早期に、怪我や病気で引退、死亡するなど体質が弱いケースが目立つ。3区、競争成績は2021年6月24日、自転出走回数に対して2着の割合が高く、G1 競争でも2着を3回経験していた。この成績から、ジャパンカップ出走時に、 吉田美穂の漫画、馬なり一ファロン劇場で、ステイゴールドラのブロコレクラブに対抗して、ルサロンダルジャンを立ち上げ、同じく当時2着続きだった名称土等を勧誘するというネタにされた。名に、アイリッシュセンギニーの勝ち馬、ベスラーがいる。ありがとうございます。